どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、バルトと申します。今回の動画なんですが、アタッカーのティアリスト最新版4月19日編になっています。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。この1ヶ月で登場してきたバースデーとかトロフィータイタンもそうですし、あとは今回ね、アイコン選手も追加しましたんで、TOTS 前の環境はこんな感じですよっていうのが、まあ、ひとまとめで確認できるものになっているかなと思います。ぜひ参考になれば幸いです。選手のランク分けは今回も SS ランクから D ランクまで6段階に分けているんですけど、ちょっと今回ね、辛くしています。 B ランク以上は僕がねちゃんとスカットを組むってなった時にまあ入れてもいいかとちゃんと思えるレベルで、設定をしていますんで、これまでに比べてちょっとね評価は辛くなっているかなとは思いますが、ぜひ参考になれば幸いです。で、今回ね SS ランクはポジションごとに今僕が思っているトップ10をそれぞれ選んでいきたいと思っています。ということで早速始めていきたいと思います。まず D ランクですね、たくさん並べているんですけど、基本的には使うことはない選手たちかなと思います。もちろんね好きで使ってる方々はいるとは思うんですけど、たくさんねカードが登場している今とだっては別にあえて使うことはない選手たちになっている印象です。で、今回からね、さっきも話していた通り、プライマイコの選手入れています。このあたりは、まあ、アイコンパックで引いたとしても、基本的にはね、そこまで使うことなく終わるっていうことが多いんじゃないかなとは思っています。ファンタジー FUT のカードとかもね、アップグレされているものもありますが、まあ、まだまだかなと、これから TOTS が来ることも考えると、まあ、基本的には使われずに終わっていくんじゃないかなという印象です。次に C ランクです。金のヴィニシウスからストイチコフまで並べています。まあ僕個人的にはあんまり使うことはないですけど、まあスカットに入っていてもおかしくないギリギリ許容できるレベルのカードたちかなというところですね。金のヴィニシウスについては、まあペースがね95ですし、ドリブルも優秀で、ここ最近ね爆発的な選手救済されている印象ですんで、ペース完走まで持っていけるこの選手っていうのは、まあ結構使えるんじゃないかなとは思っています。で、あとはバースデーとかトロフィータイタンの選手ですね。まあもう一歩感があるかなと、トロフィータイタンのこの4選手については、まあやっぱスキル逆足の部分もそうですし、まあスキルがね、スールシャールは5なんで、それなりに、まあ悪くはなかったんですけど、まあドリブルの突破力だったりとかっていうところも含めて、あえて使うレベルではなかったのかなと思います。で、あとはアイコン選手ですね。クローゼからストイチコフまで並んでるんですけど、まあ見ていただいたら分かる通り、別に弱くはないメンツになっているとは思います。それなりにね、アタッカーとして活躍はできそうではあるんですけど、まあ、その自分のね、スカットのフォワード枠3枚もしくは4枚を、あえてこの選手で使うかって言われたら、そうじゃないレベルの選手たちが並んでいるのかなとは思います。次に B ランクです。金のメッシから TOTY アイコンのピレスまで並べています。まあ、このあたりについては僕は全然悪くないカードたちだと思っていまして、スカットを組むときにね、まあ、全然候補に入ってくるレベルかなと思います。まあ、やっぱり金のメッシ、ネイマールについては未だ健在かなと思っていまして、まあ、これより上がね、金のエムバペいるんですけど、まあ、パリ・サンジェルマンのね、ゴールドカード勢っていうのは全然戦えるかなというところですね。で、ここ最近追加されている選手たちが、アルジャベルから下に続くところになっています。ファンタジー FUT のカードでね、まあ、結構プラス3されている選手も多い印象でして、三笘も含めてね、ここに入れていますと。結構こうやって見るとウィングの選手多いですね。見ての通り三笘もね、プラス3アップグレードされまして、加速とかアジリティとか完走しているんですけど、まあ、それなりに使える選手だなというところです。謎にポジショニングがいいんで、結構ね、最終的に決定機に絡んでくれる場面が多い印象ではあるんですけど、まあ、やっぱり逆足3っていうのがね、どうしてもネックで、その弱点とは一生ね、付き合っていかなきゃいけないカードかなとは思います。まあ、TOTS の候補にも選ばれたんで、何かしらの形でね、レート91とか92とかで、なんか SBC でしれっと逆足4になって登場してくれたら嬉しいなとは思ってます。で、あとは、エンドワンイラのエジルですね。で、この選手もエジルの良さそのまんまっていうところで、非常に悪くないカードだと思います。パスもね、優秀ですし、トップ下で結構余裕を持ったプレイができますんで、まあまあの評価でいいんじゃないかなとは思っています。バースデーの選手たちも、まあ、このあたりかなとそこそこっていうところですね。エンクンクについては、まあ、作成コース100万っていうところで結構ね、注目されていたカードだったと思うんですけど、まあ、やっぱり1ヶ月経っても個人的にはそこまで
まあ、この選手特別に強いなとはちょっと思わなくて、やっぱパストゥーグロリーのカードに比べると推進力とか、まあ、いわゆるそのなんかドリブルされた時に触れない感覚っていうのが全然なかったんで、まあぼちぼちなのかなと思います。でアイコン選手はシアラから始まっているところですね。まあ、ベッカムね、この評価かいって思われている方もたくさんいると思うんですけど、僕何回か使ったことあるんですけど、なんかなんでそんな高いんだろうなっていうのが率直な感想でしたね。別にめちゃくちゃ縦突破できるわけでもないですし、まあ、スキル結果しても44なんで、まあクロスとかたくさんする方は得意、まあ合うのかなとは思うんですけど、僕個人的には、結構そんなもんなんかっていう印象だったかなとは思います。あとはバースデーのルーニーですかね。個人的には結構この選手ね気に入っていて、スタッツ自体も残してくれたんですけど、やっぱ使用感操作感自体はなんか微妙だったかなとは思います。ドリブルがねそこまで加速力がなかったんで、まあ、エンバペとかねそういった圧倒的に爆発力を誇っている選手に比べると、まあ、ちょっとギャップを感じたかなというところなので、B ランクぐらいが妥当なんじゃないかなと思ってます。次に A ランクです。ワールドカップヒーローのスモラレクから TOTY アイコンのサンジスまで並べています。このあたりは個人的には非常に優秀だと思っているところですね。スモラレク、ルディ・フェラーは相変わらずね謎に強いなっていう感想でして、スモラレクなかなか取れないですし、ルディ・フェラーは知らん間に点取ってるということでね、非常に厄介な選手だと思います。でメッシもねスピードはないんで、まあ、正当なフォワードかって言われたらちょっと微妙なところではあるんですけど、やっぱ自分がボールを持った時にね1人かわすってのは簡単にできますし、パスも当然上手いですというところで、まあその選択肢の広さも考えてね高く評価できるんじゃないかなとは思っています。あとはファンタジー FUT ヒーロー以降の今回追加したところなんですけど、イサクがね、結構サプライズだったと思います。もともと登場した際のレート89のカードは全然ね大したことなくて、ドリブルもねなんか引っかかるし、なんなんこのカードってちょっと思ってたんですけど、レートが92になってから圧倒的に強くなりまして、ドリブルの初速もねめちゃめちゃ出るようになりましたし、フィジカルもしっかり上がってるんで押しのけられますし、下下足も5ですというところで、十分スタメンのストライカーでも使えるようなレベルに至ってるのかなと思いますんで、 A ランクでいいと思います。あとはジョタですね。今日ねレートがプラス2されて92になったんですけど、能力もかなり見栄え良くなっていまして、かなり期待できるんじゃないかなと、やっぱ逆足が5なんでねしっかり決めきることはできるかなと思いますんで、期待していいと思っています。バースデーからはフェリックス、ヌネス、ペドロの3名を選んでいます。フェリックスはもともとウィンターの視点で結構安定していますし、独特のドリブルができるっていうところに加えて 5-5 になっていますと、まあ、要はつかみどころがない非常に素晴らしい選手に仕上がっていると思います。でヌネスはね、まあスキルが5の方が僕は好きなんですけど、プレミアリーグの中では珍しい背が高くて足が速くてシュートができるっていうね非常に珍しいストライカーになっていると思いますんで、存在感はあるのかなと、もうちょっとねドリブルがあれば S ランクだったかなとは思います。でペドロもね、まあ、今 SBC も作れなくなっちゃったんですけど、低身長でスキル下下足55ですと、でペースからドリブルまで全体的に非常にバランスいいんで、まあ、どこでも使えますよというところで、僕は個人的にはかなり評価していますんで A ランクでいいと思います。アイコン選手はこんな感じの並びになっています。見ての通りねだんだんグレード上がっていってるのがわかるかなとは思うんですけど、もうちょっと何か欲しいなって思えるレベルではあるんじゃないかなとは思います。アイコンパックで引いてねやったーとはなるんだけどなーぐらいのところですかね。トーレス、リバウドについては下下足5になってるんで嬉しいんですけど、もうちょっとやっぱねドリブルがしやすかったら嬉しいなって思うところはありますし、プスカシとかアンリとか、ゲルトミラーとかね、この辺りやっぱ4-4-4-3っていうところなんで、まあ、そこがねどうにかなってほしかったなっていうところと、カカについてはねもうちょっとペースがあればまあパーフェクトだったかなっていうところですね。まあ、せっかくねカカなんでねペース96とかにしてほしかったなとは思います。次に S ランクです。 TOTY のハーランドからタイタンアイコンのデルピエロまで並べています。まあ見ての通り、まあ強いって見るからに分かるメンツたちになっている印象ですね。ただまあ SS ランクをトップ10っていう形で置いたので、ちょっとねまあこれまでだったら SS ランク余裕で置いていった選手たちが S ランクに落ちているっていう形になっています。 TOTY のハーランド、もちろんね理不尽な強さはあるんですけど、相手のディフェンスがしっかり揃っていると、まあ、そこまで活躍度はまあ高くないかなというところですね。やっぱ 4-4 で、ドリブルも決して軽くはないので、まあ、自分よりね、まあ、強くない方に対してなら蹂躙できるんですけど、同じようなレベルの戦いになってくると、まあ、なかなかちょっと厳しくなってくるのかなっていう感想ではあります。まあ、エンバペもね S ランク文句ないかなとは思います。
まあこれね、 TOTT のカードから金カードまで同じ評価に並べるっていうのはちょっとね、まあどうなのかなと思うところもあるんですけど、まあやっぱそれぐらいこのカード圧倒的に強いんでね、まあ問題ないのかなとは思ってますね。でジノラ、ファンタジーのアロワイラン、ワールドカップヒーローのアロワイランも安定だと思います。でネイマールね、やっぱ最近強いですね。このカードも S ランクでいいと思います。でビニシウス、これちょっとね SS ランクにするかめちゃめちゃ悩んだんですけど、まあこのカードも異常に強いですね。まあ、やっぱ逆足スキル5になっているところの影響がでかすぎて、ドリブルもねトップクラスに尋常じゃなく速いですし、でそれで両足から打てるっていうところで、まあ、相手したくない選手のうちの一人かなとは思います。でアイコン選手はそうそうたるメンツですね。まあ見ていただいたらわかる、まあ、アイコンパックで引いたらガッツポーズっていうメンツになっていると思います。まあねロナウジーノとかねフリットとかね、まあ、いつか引きたいなっていうところですね。ジダンがねプライムアイコンとタイタンアイコン一緒のところに並べているんですけど、まあ前線の選手として使う分には同じぐらいの強さになっているのかなと。もちろんねタイタンの方が強いのは分かってるんですけど、まあ同じ評価にはなるかなっていうところですね。フリットも同じ評価に置いていますと。まあ前線の選手として使う分にもめちゃめちゃ優秀なんですが、このカードが輝くのはやっぱ中盤かなっていうところで、まあ前線での起用を考えると、まあ、トップクラス S ランクに留まるのかなとは思います。あとはまあダルグリッシュ、デルピエロ、カントラの5号になっている選手たちももちろんそうですし、弱点改善されているプスカシであったりとか、まあ、あとはラウールですね。個人的にはかなり使い勝手良かったんで、ここに S ランクに入れていいんじゃないかなとは思っています。全部できるストライカーで逆足も5になっているというところで、まあ、採用理由はかなり高いカードなんじゃないかなというところですね。ということで最強 SS ランクはこんな感じです。一番左が第1位で一番右が第10位ということで、個人的にね一番強いと思っているのがロナウドということになっています。まあこれについては皆さんそうでしょうというところですね。プライムアイコンがね、まあ、元々1位だったってところで、それに加えて登場してきたタイタンロナウドが1位っていうのは、まあ、当然かなとは思っています。やっぱスキル逆足55で、ペース、シュート、ドリブル全部できる選手っていうのが、まあ、なかなか存在しないですよというところで、TOTS がね、多分終わってもこの選手が一番強いフォワードなんだろうなというところですね。まあ、1900万でね、買えないんで、まあ、あんま関係ないかなとは思うんですけど、いつか手に入れたいなとは思っています。で次に TOTY のエムバペですね。当然ね逆足が4なんでロナウドに比べるとねシュート決定機自体はちょっと低いんですけど、まあ、やっぱ自分でねシュートを打つところまで持っていけるその馬力っていうのは全選手中トップクラスかなとは思いますんで、第3位 SS ランクのところでいいんじゃないかなとは思っています。でロナウジーノ、ペレですね。まあ、このあたりもね、まあ、安定だと思います。ロナウジーノは身長は結構あるんですけど、それを感じさせない圧倒的なドリブルの軽さというところで、まあ、ほんま浮いてるみたいですね。やっぱ特別に強いかなとは思います。でペレもね、まあ当然全部できますと。ロナウドと違ってパスもできますというところで、トップ下でも前線でもどこにも使える素晴らしいカードになっていると思います。で次にメッシですね。やっぱ44の選手っていうところでね、まあ、どうなのかなと、まあ、思っていたんですけど、日に日にこの選手の強さを感じると言いますか、やっぱ全然それ以下のメッシとは違うなっていうところですね。まあ、異常に足が速いですし、もうシュート打ったら全部入るんちゃうかっていうぐらい精度高いですし、まあ、別に右足もそんな関係なく蹴れますんでね、やっぱめちゃめちゃ強いなと。まあなんか一番ギャップがある選手ですね。まあこれ以上の5人についてはなんか強いってことが分かっているんで、なんかちゃんとやるんですけど、メッシはなんかまあ言うて44やろみたいな感じで舐めてかかってて毎回やられるっていうような感じになっています。 Y のベンゼマもめちゃめちゃ優秀だと思います。逆足が5になっている影響でペナ内でねしっかりまあ存在感を放てますと、どっちでも打てるんでね、常に相手に迷わせることができますし、あとはドリブルが超軽いですね。身長は結構あるんですけど、しっかり足元で持てますし、あとは初速もしっかりあるんで、まあ、突破力もあるっていうところで、バリエーションが多いっていうのがこのカードのいいところなんじゃないかなと思います。めちゃめちゃ強い部類だと思います。で、あとはジャイルジーニョ、エーゼビオの2人ですね。めでたくバースデーで5-5になっていまして、まあ、弱点がなくなったなっていうところです。まあ、もしこれもね、当たれば入れたいなとは思ってます。で最後にジノラですね。まあ今まで発表してきた9人に比べるとどうしてもねシュート方面が若干寂しいところはあるんですけど、まあ、やっぱスキル逆足55で全部できるタイプのフォワードで、しかもまあこの選手フィジカル以上に、まあ、突破力があるっていうところでなかなか止められませんということで、このカードも SS ランク入りはまあ納得かなとは思ってます。ということで個人的なアタッカーのティアリスト最新版はこんな感じになりました。ぜひ参考になれば幸いです。
SS ランクをねトップ10という形で認定したっていうのと、あとアイコン選手が入ってきた影響で結構ね現役選手は押しのけられていった印象ではありますね。まあもともとね金のエンバペとかを SS ランクに置いていたんで S ランクに押したりとかっていうことが、まあ、たくさん起きたのかなとは思ってます。まあやっぱり当たりのアイコン選手って強いんでね、プライムアイコンパックをね未だに開け続ける理由っていうのも、まあこのティアリストに詰まっているのかなとは思いますんでね、これからまたアイコンパックたくさん登場したらつどつど開けていって、できればね S ランク以上引けるように、まあ、祈りながらやっていきたいなとは思っています。今後も FIFA関連の解説動画の投稿ですとか生配信も楽しくやっていきたいと思っております。配信は基本 Twitch でやっていますんで、よければ見に来ていただけると嬉しいなと思います。ぜひ高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたします。では